皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日の博レポは、空港内の綺麗便利なホテルと題しまして、ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田をレポートさせていただきたいと思います。ロイヤルパークホテルズが運営しているこちらのホテル、ロイヤルパークホテルズはですね、実は前回銀座のザ・ロイヤルパークキャンバス銀座8に泊まらせていただいてから2回目になります。全国にですね、13カ所あるので第2回目ということです。というのもちょっとね、前回の、ロイヤルパークキャンバス銀座8はちょっとね、期待外れだったというところもありまして、まあ、今回ですね、出張に合わせて空港内にあるこちらのホテル予約させていただきました。はい。ただですね、空港内といっても、羽田空港第3ビル、第3ターミナルの中にあるんですね。なので、国際旅行だったら非常に便利だと思うんですけど、今回国内旅行だったので、それだと結局移動しなきゃいけないんだので、実はあんまり便利でもないなと思っちゃいました。今回ですね、まあ、コロナのせいもあるのかもしれないけど、ターミナル間のこう移動バスが本数少なくて、なんかすごい寒い中15分ぐらい待ってしまったということもあったので、まあ、しかもですね、第3ターミナルは今国際線がほぼ動いていないから、お店もほぼ休業中で、ご飯食べるのも一苦労だったっていうところがありました。はい。まあ、ただですね、その第3ターミナルの、出発ロビーかな、あ、到着ロビーかな、3階ですね、とにかく3階から、入り口で入ることができます。はい。ということで、お部屋の紹介ムービーをご覧ください。はい。ということでですね、非常に長いジェットコースターのような滑走路のような廊下なんで、廊下を省略させていただきまして、今日泊まらせていただくこちら839のお部屋です。よいしょ。はい。じゃじゃん。おー、なんかやけに廊下というかエントランススペースが広い、無駄に広いで、左側にロッカーがあって、あ、ロッカーじゃない、ハンガーがありまして、荷物置きがあります。そして姿見があって、スリッパありますね。そしてその左側に、これは何だろう、コーヒーメーカーかな。そして、ドリンクがありますね。でもドリンク1本しかないですね、2人なのにね。そして、ここにですね、三菱のテレビがあります。はい。で、ここのところ、なんかこの椅子がすごい不思議な感じですね。で、この中を見ると、お、これなんだ？あ、そっか、これで UCC でドリップするやつなのかな？ね、コーヒー、アールグレイ紅茶、紅茶もそうなんですかね。あとお茶があって、その下に、下じゃない、後ろにピーコックって書いてますね、の電子ケトルがあります。で、コップはちゃんとグラスとですね、カップがあっていい感じですね、ちっちゃいけど。で、その下金庫になっています。わ、すごいなこの色ティファニーブルーな色ですね。そしてその右側に、またこれなんか不思議な形の冷蔵庫があります。あれ、開けれる。おお、あ、こっちにまた水が入ってますね。おお、何だったんだろうね。でもこれ狭、これ2本しか入らないじゃないですかね。え、まさかこの上なんかあんのかな。え、この上開かないよね。冷凍庫があるわけじゃないと思うんですけどね。はい。で、その先に空気清浄機あります。ナノイーですね、パナソニック。そしてベッドがこんな感じです。じゃん。なんかあれですね、パッと見重厚な感じのベッドですね。なんかすごいね、これふわふわなのかな。しかもなんかすごいですよ、ルームウェア今までで一番厚さがある感じです。あのベッドだけじゃなくてルームウェアも厚さがある感じですね。はい。そして昔、あのロイヤルパークキャンバスで銀座で泊まったのと同じように、ちゃんとカバーには、ロイヤルパークホテルのロゴがついてます。そしてこの右側に、これ地球儀がここのあれなんですかね、はい、ガラスのテーブルがあって、さっきの椅子と同じ柄のソファーがあります。で、ここになんか、お、なんかね、メルヘンチックというか、なんか何なんだろうこれ絵が飾ってあります。ここに、そしてナノケア、これも空気清浄機なんですかね、なんか可愛らしい卵型のものがありますね。わー、なんか面白い、この電気の集中コントロール。
はい、という感じでございます。そして窓ここにあるので見てみたいと思います。せーの、ドン、じゃじゃん。あ、なんかあれだね、滑走路の方ではないですよね、これね。滑走路が見えたら綺麗なのにな。はい、ただ悪くはないですよね。くっつけてみますね、はい、くっつけてもなんか僕の顔映っちゃってますね。はい、という感じでございます。はい、ということでエントランスこんなに広いです。はい、以上になります。はい、それではザ・ロイヤルパークホテル東京羽田のベッドチェックです。今日のベッドはですね、すごく分厚い感じなんですけど、55センチぐらいあるんで膝より上です。そして幅が160センチメートルのクイーンサイズになっています。そしてこのベッドのメーカーは全米ナンバーワンと言われるサータ社製のベッドでございます。はい、では行ってみ、ああ、待って、これが今日の室内の、どうですか、このもっこりしてたのは、このふかふか感バッチシです。とても気持ちいいですよ。行きます、せーの、ぴょん。おお、なんかサータってだんだん分からなくなってきたかもしれない。このうまく弾まず沈まずみたいないい感じでございます。はい、それでは水回り見てみたいと思います。せーの、ドン。お、やば、階段じゃない、真正面がいきなり鏡で洗面台になってます。はい、そして右側にこれはどこのかな、トートのウォシュレットですね。ですごいですよ、タオルがなんとね、なんていうの、ラベンダー色というかそんな感じの色になってます。で、ハンドソープがサラヤの OEM のロイヤルパークオリジナル、まあこの間もそうだった気がする。そして多分パナソニックのイオニティだと思うけど、うわー、ちょっと片手で開けづらいけど、あ、ナノイーだ、もう空気清浄機に合わせてますね。そしてアメニティは綿棒、そして何これ、ソルト、へー、バスソルトで、まあ綿ですね、あの化粧の。そしてヘアゴム、そしてなんだこれ、シャワーキャップ、ヘアブラシ、髭剃り、歯ブラシ、みんな揃ってますね。これもなんだろう、あ、ミキモトコスメのサンプルだ、スキンケアセット。あ、これは女の子にとってはいいと思いますね。しかも可愛いですよね、あの歯磨き粉も白と赤になってます。はい、ボディタオルもあります。ということで、おお、こっちもすごい、なんとお風呂もこうマーブルというか大理石調なんですけど白でいい感じですね。で、このシャワーも結構でかいシャワーですね。これどこのだろう、あ、ハングロエのだ、すごい。でもせっかくハングロエするんだったらね、あのレインシャワーにしてほしかったですけどね。そしてなんとミキモトコスメちゃんです。なんか真珠のようなケースでミキモトらしいですね。はい、トイレタリーになってます。これなんでしょうね、これ。これなんだ、これあれかね、なんか頭に乗せるやつですかね。はい、という感じです。はい、以上です。はい、ということでですね、なんていうのかな、ベッドが結構重厚なあの感じがするので、それでなのか知らないけど、なんかね、狭く感じるっていうのはありましたねただまあ備品は非常に考えられてて、まあ、パナソニックナノイースチーマーがあったり、ハングロエのですね、ハンスグロエのシャワーだったり、ミキモトコスメを使っていたり、あとは、結構この辺すごいなと思ったのは、スリッパもふわふわだったりとか、室内着もですね、これまでで一番ふわふわだったみたいなところは良かったですね。今回ですね、泊まらせていただいたお部屋なんですけども、プレミアムダブルという部屋でございました。ベッドタイプがクイーン、160センチメートル幅のベッド、食事なしの素泊まりのプランで、広さが18平米、料金の方がですね、2名で1万円という形でございました。選んだポイントは空港内のだったということと、ロイヤルパークホテルのリベンジになるかなというところでございました。まあ実を正直言うとですね、この日本当は京急かなのホテルのもっと東京が取れてたんですよ。なんでぶっちゃけそっちの方が夕食もついてたし安かったんですけど、やっぱりこっちを気になってですね、選んだっていう経緯がございました。はい、リュッキーのレビューなんですけれども、料金の方はですね、今回の内容で言うと、あの2人ということを考えるとですね、リーズナブルかなと思いましたので4とさせていただきました。
お部屋の方はですね、まあ確かに高級感あるんですけども、まあちょっと狭めだったということもあって、3とさせていただきました。設備品はですね、非常に十分だったので4。清潔さは、5とさせていただきました。ね、5年以上経ってると思うんですけど、その割にはですね、かなり綺麗でした。はい。で、お風呂はですね、3点ユニットだったんで2とさせていただきました。まあサービスもですね、まあ特に何も特別なものはないということと、まあちょっとね、スタッフの対応はなんかいつもながらのロイヤルパークだなという気がしたので3とさせていただいています。で、環境景観に関してはですね、空港内にあって眺望もまあまあだったので4とさせていただきました。はい。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいていますけれども、良かった点に関しては、やはりね、非常に女性配慮がなっているというのと、備品もですね、UCC ドリップポットだったり、ハングロイのシャワーだったり、ミキモトコスメだったりということで、結構こだわりがありましたね。そうだ、UCC のドリップポットもありましたね。これはなんかですね、コーヒーと紅茶もあるんですよ。ね、なんかこう、エスプレッソマシンって通常コーヒーだけだと思うんですけど、これは紅茶バーもありまして、両方美味しくいただきました。で、重厚なベッドと、あとふわふわなスリッパとか室内も良かったと思います。残念だったところはですね、まあプレミアムというフロアだったんですけども、なんかスタンダードと面積も変わんないし、何が違うのかなというところが、まあちょっと残念だったかなという気はいたしました。はい。ということで、ユッキーの総合満足度なんですけども、まあちょっと悩んだんですが、A とさせていただきました。はい。B に近い A という形ですね。まあ部屋はですね、決して広くはないんだけど、この値段でこの部屋のクオリティとこだわりの備品という意味では、この辺のエリア、特に羽田近辺はですね、なかなかいいホテルってないので、そういった意味ではおすすめかなと思います。ただですね、まあロイヤルパーク、キャンパス銀座8の時もそうだったんですけども、まあスタッフ対応が微妙だったなという感じでございます。はい。ということで、まあちょっとですね、第3、ターミナルというところにあるので、国内の場合はどうかっていうのはあるんですけども、ぜひですね、空港をご利用の際には、泊まってみていただけたらなと思います。それではまた。